前回はマイナースレッドの音楽性についてお話ししましたが、今回はマイナースレッドといえばのストレートエッジについてもう少し深掘りしてお話しします。ストレートエッジについては第6回で概要をお話ししましたので、そちらをどうぞ。とは言いません。伝わってないということは言ってないのと同じなので、さらっとおさらいします。 ストレートエッジとは、初期のワシントン DC のハードコアから派生した、半飲酒、半麻薬、半乱工を掲げたライフスタイルのことです。今回の動画の主役である DC のハードコアバンド、マイナースレッドが、ストレートエッジ、アウトオブステップといった楽曲の中で歌い広まっていきました。 しかし、ただ酒を飲まないとか女の子と遊ばないというだけなら、それはパンクロックじゃなくてモンクロックだ、とマイナースレッドのドラマージェフ・ネルソンが言及したように、そこには10代の少年が提唱したとは思えない深遠な哲学が背後にあったのです。まず、セックス、ドラッグスロックンロールという球体以前のロックンロール的な価値観へのアンチテーゼ。 パンクは球体以前のロックに反響をひる翻えしたにもかかわらず、やってることは彼らと同じじゃないか。俺らは77年のパンクスとは違うぜ、ハードコアパンクスだぜというイアンマッカイなりの新世代のパンク像、つまりハードコアを提示したのです。もう、ポストパンク以上にポストパンクですよね。 また、ワシントン DC は全米でも有数の治安の悪い地域で、彼自身の身の回りで飲酒、麻薬、乱行によって破滅していった若者を何人も見てきました。そのことへの問題提起でもありました。そして、私はこのイアン・マッカイという人、ものすごく意地悪な人だと思うんですね。 いや、自分たちファンが接する分には、ものすごく物腰が柔らかくて気のいい兄さん、気のいいおじさんなんです。でも、これだけの信念がある人が、そんな一筋縄でいく人物なわけがない。この人、今でいうトロール気質、炎上によって馬鹿を炙り出して喜んでるところがあります。 ストレートエッジに批判的な人の言い分は大抵、そんなの自由じゃないかです。まあ、そうでしょう。自由に決まってます。しかし、真っ赤し本人は政治家でも警官でも裁判官でもありません。酒を飲むのは自由ですが、飲むなと訴えるのも彼の自由。これがわからないのは本物の馬鹿でしょう。 ストレートエッジにバカ発見機的側面があったことはイアン本人も認めています。以上の説明で面白そうだなと思った方はこちらの第6回の動画をぜひご覧ください。では本題に入りましょう。こちらがマイナースレッドのミニアルバムアウトオブステップのジャケットです。 一匹の黒い羊が羊の群れからはぐれていく象徴的なイラストが描かれています。キリスト教における羊は神やイエスキリストによって導かれる信者の象徴であり、黒羊とは邪魔者の象徴です。悪魔の象徴である黒いヤギではないところがポイントです。 悪魔崇拝もキリスト教のバリエーションでしかありませんし、哲学的に言えば悪魔とは失敗した神ですからね。ファーストシングル A 面一曲目フィーラーでは宗教、彼らはアメリカ白人なので当然キリスト教を批判しており、このバンドが一貫して反動調圧力をテーマにしていることがわかります。ストレートエッジも同様です。 結局パンクだと意気がったところで、セックス、ドラッグスロックンロール。やってることはパンクスが否定してきた往年のロッカーたちと同じ。パンクスならシドビシャスのように振る舞わねばならない。べきだ。それで挙句の果てに待っているのは破滅。何も変えられない。そんなもんかっこいいか アウトオブステップやストレートエッジといった曲で歌われているのはそういうことです。ところが、それに感化されたストレートエッジバンドたちによってイアン・マッカイの問題提起は曲解されてしまいます。この流れは DC からボストンへと飛び火した後、一旦沈静化。 しかし、ニューヨーク市内及び近郊のコネチカット、ニュージャージーを中心に、80年代半ば頃よりリバイバルします。これを俗にユースクルーと呼びます。これには、スラッシュメタルとクロスオーバーしていったニューヨークのハード、コアシーンへの反発があったともされています。 思えばボストンのストレートエッジバンドたちも軒並みメタルに接近して衰退していきました日本でメタルというとヘビーメタル雑誌バーンの影響でインセルカルチャーちょっとオタクっぽい子が聞く音楽なのでイメージが湧きませんがアメリカやヨーロッパではエクストリームなメタルはドラッグカルチャーの側面もあるんですね ともかく、その当時、80年代半ばに起きたストレートエッジリバイバルは、現在のハーコーモッシュやニュースクール系とは違い、それなりの背景とかバックグラウンドがあって登場したものでした。 ところが、次世代のストレートエッジバンド、ユースクルーたちは、俺たちクリアーヘッドなストレートエッジクルーはユナイトしたち上がるだとか、ハンマーをよこせ、ポットヘッドのドタマを叩きつぶす、みたいなバカなことを歌い始めたんですね。 つまり、ストレートエッジを名乗った時点で、ストレートエッジバンドを結成した時点で、ストレートエッジが本来目指したものからかけ離れたものになってしまっていたということです。だからといって、意識失うまで避けあおって、麻薬もやっていいという意味じゃないですよ。 ストレートエッジのライフスタイルを守ることより、自分の頭で考えてセルフコントロールする方が大事だということです。ストレートエッジをやめることをブレイクエッジと言いますが、少なくないブレイクエッチャーが、ドラッグやアルコールに依存し、時に自滅しています。当たり前です。自分の頭で考えていないから。 と、形外化したストレートエッジ、ユースクルーを散々にけなしてしまいましたが、実は私、ユースクルー大好きなんですよ。なぜか。かっこいいから。歌ってることはバカだし、考えは浅はかだけど、音楽はキャッチーでおしゃれなんですよね。モッツとかオいに似てます。同じようなファッションに身を包んでワイワイやる楽しさですね。 ちなみに、私、古着も大好きなんですけど、このあたりのバンドのリバースの着こなししびれますよ。DC のハードコアからどんどん外れるので、これについてはまたいずれお話しします。そんなわけで、U スクルーの場合、正しさでカモフラージュしてますけど、行動原理はギャルと変わらないのです。 ギャルは可愛いは正義だけど、ユースクルーはジャスティスは正義なんです。とまあ、あと老いのストレートエッジがバカバカしいこと。しかし、そこにはバカゆえの抵抗し難い魅力があったことをお伝えしました。ただ一つだけ、自分はリバイバル以降のストレートエッジを半ば目でつつ、半ばバカにしてきましたが、一概に否定できない部分もあります。 例えば、南米コロンビアのストレートエッジバンドが、幼馴染みたちがギャングのドラッグ構想に巻き込まれるのを見てストレートエッジになったという話を聞いたことがあります。発展途上国や治安の悪い国では、出回るドラッグの質も、そこにまつわる環境も劣悪なのです。 そんなわけで、ストレートエッジは言い出しっぺ本人が予想もしなかった勢いで世界中に影響を与えてしまったのでした。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録はご自由にどうぞ。皆さんにお願いがございます。動画作成にあたり、読み上げ AI 動画作成ソフトは有料のものを使用しています。動画作成にはパソコンもそれなりのスペックのゲーミングを使用してより、 コストがかかっています。この動画が面白い、役に立つなと思った方は投げ銭をいただけると助かります。もしくは、私が運営しているオンラインレコード店でお買い物していただくのも、助けになります。よろしくお願いします。